やるか。モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッド・エネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方、エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん。これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。やつらの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。聖怪人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや何やら騒がしくなってきたじゃないか。神の試練なんざ受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を最優先だ。殺していい生贄はあれだけか。心配だわ、メリー号に戻らなきゃ。ルフィか、助かったぜ。メリー号へ戻るつもりが見つからなくてよ。なあ、悪いが俺も迷子だ。またね、勘で進むぞ。頼むぞ。聖怪人ども、ゴッドエネルの試練を受けよう。頼むぞ。我らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。はい、これで下雲で塞がれてる。雲を消せれば近道が絶好なんだけどね。雲を消さないんだ。
こっからは手分けして仲間を探そう。メリー号で落ち合おうぜ。長花君、無事だったのね。ロビンも無事だったか。メリー号に急ごうぜ。別に何も怖いことなかったぞ。まあとにかく無事でよかった。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう空くんだりのクソ試練。なぜならか弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。メリー号に急ぐわよ。今こそ好機、我らの血を取り戻せ。来たな、シャンディア。聖怪人もろとも葬ってくれる。あいつらロッドの敵見てたが、俺たちの味方ってわけでもなさそうだな。全員無事みてえだな。ナミ、どうした？神の住む島、アッパーヤード。この島、まさか。これ、見覚えあるでしょ？地上と同じものがここに。この島、もともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島は、ジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー、ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあ、おい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランの日誌によると、そう、確かにあると書いてあった。それ鳴らしたらひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。黄金鏡
番は俺たちが引き受ける。アンドラの火を飛ばせ。迎え撃て。シャンディアおよび聖界人を駆逐せよ。にぎやかにやっているじゃないか。もうちょっと。どこだ。まあいい、だいたい地図は頭に入ってる。右だな。遺跡っぽいぞ。なんか出そうでこえ。焦ることはない。ゲームはまだ始まったばかりだ。よし、そのものも。さあ、それで答えとし。見つけたぞ、聖界人、覚悟しろ。暴れるな。ひどいことするわ。黄金がかけら
が違うじゃない。セロ世界人、この島にとどまるならエネル同様に消すぞ。何なの？誰か助けに来て。奪われたこの島を取り戻し、あの鐘を、シャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のため黄金の鐘を鳴らそうとしている。そうだ、同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じて、黄金の鐘を鳴らせば世界で黄金鏡を探し続けている彼は空に伝えられる。この麦わらの船長さん、そう考えている。素敵な理由じゃない、こんな状況なのね。そいつも、その子孫の名はモンブラン・クリケット。400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、分かった、行こう。